ててーん。そんな見せびらかして食べなくていいよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回は、牧場のやり方をまずランチに教えてもらわんといかんってことで、とりあえずここの牧場を牧場じゃなかった、畑を耕していきたいと思います。全然牧場じゃねえわ。 A で土を耕す。ほう、これはこのままずれることはできないの。茶色の部分で A ボタンだよ。ちなみに掘り起こせるところまで来ると青い線が出るよ。わかってます。バックでそのまま掘り起こすことはできないんすか。いいよ、綺麗にできたね。この耕した部分はウネって言うんだ。何？ウネ？え、ふん、種をまける土のことだよ。ウネを作らないと種は負けないんだよ。そうだね。さて、次は種まきだよ。やったー。僕スイカがいいな。季節とかいろいろあるんじゃないの？今はスイカの季節じゃないよ。え？季節？スイカは夏の作物なんだ。どうした？そこまでバカなのか、のび太。それ以外の季節に植えると枯れちゃうんだよ。しかも育っている間に季節が変わっても枯れちゃうから気をつけてね。あ、それは悲しい。今は春だから株やキャベツがいいね。いい株がいいんじゃない？株にしようよ。まあ、横に株が、なっとるしね。それじゃあ株で。何しぶしぶ。じゃあはい、これが株の種だよ。ほら、うん、春の種は赤い袋に入ってるから分かりやすいと思うよ。季節によって色が違うと。夏は緑、秋は黄色、冬は青だから種をまくときは注意してね。へー、種の袋で季節が分かるんだね。アイテムの説明にも書かれているからちゃんと読んでみようね。それじゃあ、オッケー。さっき耕した畝に種をまこうか。右下のスロットにクワが出てるでしょ。うん、それは今持っているアイテムってことなんだ。だから、つまり今はクワを持っている状態だね。それじゃあ、種をまくには種を持つんだ。まずはクワから種にアイテムを持ち替えよう。 L ボタンか R ボタンを押して持ち替えるんだ。はい、いいよ。そう、その状態で畝の前で A ボタンで巻けるよ。畝以外のところでは種を巻けないから注意してね。あ、巻けんのや。よかった。今までの、それじゃあ、まあ、ずっとかどうかわからんけど、私がやりよったやつは、どこでも負けたけんさ、はぁ、巻いてしまったってなって、亡くなったこととか何回かあったもん。それじゃあやってみて。私がやりよったのはコロボックルステーションなんやけどさ。はい、巻きまーす。いいね。すごいよ。完璧だね。すごいじゃないか。うんうん。初めてなのにとってもいいね。あとは水やりだから、これ。じょうろ？ほら！スプリンクラーがいいな、私。もう使い方はバッチリだよ。じょうろを持って種の前で水をまくんでしょ？実は。じょうろにはもう一つ大事なことがあるんだ。大事なこと？まずはじょうろを持ってみて。はい。うん。右下のじょうろを見てみて。うん。今までになかった黒いバーが表示されているでしょ？黒いバー？どれ？どれのこと？わかんないんだけど。これはじょうろに入ってる水の量なんだ。どれ？それじゃあ、試しにここにある水汲み場で水を入れてみて。じょうろを持った状態で水汲み場の前で A ボタンだよ。水を汲んでメーターがいっぱい、あ、あった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 、黒いバー。なるほど。おー、いっぱいやね、これで。ほら！水を汲んだから水下のバーが水色になったでしょ？こうなれば水をやることができるんだ。水のあるところならどこでも汲めそうだね。水の入ったじょうろを持って種の前で A ボタン。よーし、やってみようよ。オッケー。はい。あ、え、速攻で芽が出た。はや。魔法やん。魔法の水やん。やったー。できた。いいよ。これで水やりもできたし、あとは毎日水やりをやっていれば育つよ。毎日？当たり前やろ。当たり前じゃないか。数日水やりを忘れたら作物は枯れちゃうよ。のび太くん、ちゃんと育てられるの？大丈夫だよ。やってみせるさ。逆に毎日水やりをすることで作物はどんどん大きくなって取れるようになるよ。株なら5日くらいかな。そんなにも待つの？いや、早い早い早い。現実を考える、現実を。そりゃそうさ。牧場は1日にしてならず。のび太くんの作る作物楽しみにしてるからね。それに、ちなみにもっといい作物にするには肥料も大事なんだ。ん？肥料？ん？雑貨屋さんで買えるんだよ。ちょっと余ってるから使ってみようか。ほら、これでさらに育つ。おー、この肥料は
待って、ランチくん。ほら。のび太くん、今まで教えてもらったことを元にやってみて。できるかな。できるやろ。それじゃあ。もし忘れちゃったら聞いてね。大丈夫大丈夫。肥料ね。あ、ランチくんこっちにおる。はい、肥料。あ、速攻で育つわけじゃないんや。オッケー。すごいよ。完璧だね。すごいじゃないか。さすがのび太くんだよ。ここまでできればもう安心して昔からやるよ。土を耕して季節に合った種をまいて水をやって肥料で育てればいい作物になるよ。よし。お互い頑張ろうね。あ、みんな帰ってきた。あれ？のび太じゃねえか。お前はお手伝い決まったのか？みんな帰ってきたんだね。僕ね、牧場のお手伝いをすることになったんだ。のび太が？おいおい。大丈夫なのかよ。とっても素晴らしいわ、のび太さん。よーし。ランチ、ドラえもん、僕頑張るよ。いいね。その息だよ、のび太くん。飛んできるの？のび太のことだから、すぐ枯らしておしまいってことも。大丈夫だよ。ランチに教えてもらったからバッチリさ。そうだね。もう株も植えたもんね。育ち切るまで5日ってところかな。待ち遠しいわね。そうだ。そういえば、作物を取ることについて教えてなかったね。それじゃあ。隣にある僕の育てた作物を取ってみてもらおうかな。いいね。いいじゃない、やらせてもらおうよ。ありがとう。ねえねえ、どうやって作物を取るの？育ち切った作物の前で X ボタンだよ。お、X。うんうん。よーし。それじゃあみんな、僕の素晴らしい株取り、見ててよね。素晴らしい株取りとは。はい。おー、いいね。あのリュックは異次元か何かに繋がってるのか？綺麗に収穫できたじゃない。すごいわ。のび太さん。へへ。どんな問題？そうだ。取った作物は誰かにプレゼントすることもできるよ。プレゼント？プレゼントしたいものを持って X ボタンを押すとプレゼントできるんだ。さっき取った株、誰かにプレゼントしてみる？へぇ。じゃあこれ、しずかちゃんにあげようかな。まあ。いいの、のび太さん。もちろん。株をもらって嬉しいですか？株をあげる。ありがとう、のび太さん。よし。これで牧場でのお仕事の説明はおしまいかな。ありがとう。ランチ。はい。おう。はっ。さっき借りた牧場の道具も返さなきゃ。うん、いやいや、それはのび太にあげるよ。もうボロいからってこと。ん？いいの？でも錆びてて使いにくいかもしれないから、もっといい道具が必要になったら鍛冶屋さんに行ってみて。鍛冶屋さんか。それから種は雑貨屋さん。ありがとう。わかった。ありがとう。よーし。それじゃあこれでみんな手伝いは決まったな。そうだね。ジャイアンは大工。しずかちゃんは病院。ドラえもんは町長さんに手伝いで、僕が料理屋。そして僕が牧場だ。みんな無事決まってよかったよ。これから改めてよろしくね。うん。よろしく。そうだ。みんな家はどうするの？あ、僕は牧場にある空き家を使わせてもらうんだ。俺はペンターさんの家に住ませてもらうぜ。おー、それぞれみんな別々なんやね。うん。僕もレスターさんとトランさんの家に住ませてもらうことにしたよ。私はセルーナさんのお家にお邪魔するの。よかった。僕はヤーメイさんの客室を借りるから、みんな迷惑をかけちゃダメだよ。もちろん。おー、なるほど。みんな家までちゃんと。それじゃあ。いいね。何かあったらいつでも来てね。ありがとう。ランチくん。それじゃあ私たちは帰りましょう。いつまでこの生活が続くんだろう。やれやれ。早く終わってほしいぜ。文句言わないの。まあでも元の世界に戻るまでにはみんな生活力めっちゃついてそう。いつでも一人暮らしとかできそう。まあ、特に伸びたよね。自給自足ができる。それじゃあ私は帰るわね。明日から病院のお手伝いだから、今のうちから勉強しなきゃ。僕も。俺もだ。じゃあね。伸びたさん。またね。そうだ。伸びたにまだ説明しないといけないことがあるんだ。まずは体力についてのお話なんだけど、まだ時間あるかな？大丈夫よ。お願い。え？体力？牧場仕事は大変だからね。体力が大事なんだ。そういえばのび太くん少し疲れてるみたいだね。ボタンを押したらメニューが開くんだ。あ、マイナスボタン？残りの体力を確認できるページがあるから見てみようか。それじゃあ。メニューにはいくつかページがあって、LボタンかRボタンでページが変わるんだ。これがスイーテスのページだよ。でも体力100分の91なら全然大丈夫。疲れてないよ、そんなの。はぁ。やっぱり体力が減ってるね。
のび太が頑張ったからだね。道具を使うと体力が減っていくんだ。通りで疲れてると思った。いや、91でそんなに疲れとったら。そうだ、こういう時はご飯を食べるといいよ。ご飯？さっきおばあちゃんがパンをくれたんだ。食べるかい？パン？何それ、ちょっと生まれて初めて見るものじゃないんやけん。キッチンがあれば作れるし、料理屋さんでも売ってるよ。ほら。お、いいね。もっと A ボタンで食べると体力が回復するよ。え、食べるの？ちょっとしか減ってないのに？もったいない。ててーん。そんな見せびらかして食べなくていいよ。ごちそうさまでした。どう？パンの味は。いいね。美味しい。よかった。それじゃあステータスを見てみようか。ほら。もう100。体力が回復したね。うん。元気になった気がするよ。よし。今みたいにちゃんとご飯も食べるんだよ。ねえ。疲れすぎちゃったらどうなるの？きっと。体力がなくなったら倒れて病院に運ばれちゃうよ。そしたらしずかちゃんに会えるわけやね。そうならないようにしてよ。わかった。よーし。一旦のび太の牧場に戻ろう。わかった。僕も行くよ。チョウチョウさんとかに戻らなくていいのかい？その。ここに生えている木や雑草、落ちている石なんだけどね。うん。あー、このも邪魔なやつね。そう、この邪魔なやつ。実は。整備してなくて、よかったらのび太に整備してもらいたいんだ。僕が？当たり前やろ、誰がしてくれると思っとった。いいじゃない。せっかくのお手伝いなんだからやろうよ。ほら。それに、整備したら作物を育てられる場所も増えるじゃない。そうだね、いいよ。でも、ハンマーと斧がいるんじゃないかな。ありがとう。あと、鎌と。そうだ。整備するのには必要な道具があるんだ。説明しながら渡そうか。うん、オッケー。うん。説明して。何？それで必要な道具って何？木を切るには斧。ほら。うん。小枝や木を切るときは斧を持って、切りたいものの前で A ボタンだよ。あ！のび太くん、あんまり振り回しちゃダメだよ。危なすぎる。大丈夫だよ。道具が使えるものは近づけば黄色い縁がつくんだ。それに使える道具を持っていたら下にコマンドも出るしね。視野を砕きたいときはハンマー。ほら。これも他の道具と同じさ。持って砕きたいものの前で A ボタン。あとは一度耕した畝を平らにするときにも使えるよ。へぇー。畝にも使えるんだね。ただ木を切ったり岩を砕くには一度だけじゃダメなことがあるんだ。そういうときは何度も振ってみてね。そうだ。石や木は大工さんに持っていくと何か作ってくれるかもね。その。最後に雑草だけど、X ボタンでむしって拾ってもいいし、A ボタンで鎌を使って刈り取っちゃっても、ほら、そっちの方が早いよ。ん？むしるのと刈り取るのはどう違うの？でも、むしるとカバンに入るけど、刈り取ると消えちゃうんだ。ああ、なんか必要な時があるってことかな。あとは枯れた作物なんかは刈り取らないとなくならないよ。はい。わかった。引っこ抜くことはできんってこと。他にもできることはたくさんあるんだけど、いちいち説明すると大変だから、できることは下のコマンドを見てね。ボタンを押して何か起きるときに説明が下に書かれるんだ。よーし。いろいろ試してみようよ。うん。そうだね。あ！そうだ、忘れてた。何？何？どうしたの？実は。ヤーメイさんの手伝いさ、のび太くんの牧場の鹿箱から出荷をすることになったんだった。え？出荷箱？あ、そうだ、説明忘れてた。出荷箱どれ？右？左？あ、それか。実は。牧場で出荷した作物を売るには出荷しないといけないんだ。ここにある出荷箱に出荷したいものを持って近づいて、Y ボタンで出荷できるんだ。Y ボタン。そうだ。せっかくドラえもんもいるし、僕の株を一つあげるから出荷してみようか。ほら。はい。うん。じゃあ、毎日ドラえもんが収穫っていうか回収しに来るってこと？はい。株1を出荷します。よろしいです。おぉ。うん。今、個数を決めて出荷したよね。Y ボタンで出荷だと個数を決められるんだ。実は。A ボタンを押すと持っている数を全部出荷できるんだよ。ああ、なるほどね。そうだ。もしたくさんあって個数を得るのが大変だったら A ボタンを使ってみてね。ねえ。もし間違えて出荷しちゃったら、X ボタンで出荷箱を開けるんだ。あ、回収できる。はっ！僕が入れた株だ。うん。ZR ボタンで出荷箱から株に変えられるんだ。あれ？ ZR ボタンで出荷箱から株に変えられるよ。ZR、ちょっと待って、ZR、これか。はい。そうだね。
これがのび太のカバンの中だね。うん。うんうん。出し入れしたいものを A ボタンで選んで、ZL ボタンか ZR ボタンでカバンか出荷箱に切り替えて、その後空いている場所で A ボタンを押せば移動させられるんだ。そうか。間違えた時は出荷箱からカバンに移動だね。うん。でもね。出荷箱は18時に僕が回収しちゃうから、その時間までに移動させてね。そうだ。ドラえもん回収した分のお金は18時にもらえるよ。あ、そのバレってこと？そうか。そのおかげで、そのお金で、種や牧場に必要な道具を買うんだね。その通り、作物を作って出荷するまでが牧場の流れだよ。ねえ。出荷箱には作物しか入れられないの？そんなことないよ。道で拾った草や虫を捕まえたりしたら、そういうものも入れてもいいよ。とりあえず売りたいものは全部ここに入れちゃえばいいんだ。わかったよ。変なものはあんまり入れないでよ。僕が出さないといけないんだから。わかったよ。18時だ。じゃあ回収するね。今日は一個だけ。よーし。早く帰らなくちゃ。張り切ってるな、ドラえもんも。それじゃあ。牧場の流れはこれで全部だよ。もう遅い時間だね。ありがとう。いろいろと教えてくれてありがとう、ランチ。いいんだよ。そうだ。家の中も見ておこうか。うん。よし。それじゃあおいで。ここが今日からは私の家。ちょっと狭いね。文句を言うな。まあね、でも大工屋さんに行けば大きくしてもらえるから。え？そうなの。石材とか木材が必要だけどね。そうだ。ん？あとこのチェストにアイテムを入れられるよ。へー、ほんと？早く開けてみて。はい、よし。あ、結構いっぱいある収納。これがチェストの中だよ。今は空っぽだけど物が入れられるんだ。ここに物を入れるにはまず ZR でカバンに移動するんだ。やってみて。それから移動させたいアイテムで A ボタンを押して選ぶんだ。選んだまま ZL ボタンで収納箱に移動して、空いているところで A ボタンを押すんだよ。そうだね。収納箱から出す場合は逆だね。へー。出し入れできるんだね。うん。カバンは小さいから収納箱にいろいろ入れておくと便利だよ。そうだ。それと実は外にも収納箱があったんだけど気づいた？ほら、ポストの隣にあったり。私が、あ、言ったやつやね。出荷箱は右のか左のかって言ったやつ。外の収納箱は移動させられないけど、中のチェストと同じものが入ってるんだ。繋がっとるってことか。あ、楽やね。それじゃあ。外の中を上手に使い分けてね。はい。わかった。ん、誰か来た？ん？誰か来た？あ、ドラえもん。ドラえもん、どうしたの？のび太くんが少し心配になってね。様子を見に来たんだ。早いよ、戻ってくるの。ランチくんがいたんだね。さっきまで部屋について説明していたんだ。遅くまでかかっちゃったけど、もうおしまい。それじゃあ。もう寝なくちゃ。そっか。もうそんな時間か。僕も寝ないと。もう、うん、牧場のお仕事は大変そうだし、早く寝ないと明日起きられないよ。そっか。仕方ないな。ベッドで寝よ。寝たら元気になるからね。よし。寝るにはベッドに向かって A ボタンだよ。ちゃんと早く寝ないと次の日起きるのが遅くなるから気をつけてね。夜更かしはダメだよ。それから牧場でやったことはしっかり保存しておいてね。マイナスボタンでメニューを開いて R ボタンに切り替えるとシステムに日記を書くっていうのがあるんだ。はい。3つスロットがあるってことね。ゲイ。それじゃあ。絶対に寝るんだよ。わかったね、のび太くん。やれやれ。わかってるよ。またね。それじゃあ、おやすみ、のび太くん。またね。おやすみなさい。おやすみ。のび太の家。あ、110、株1個110ゴールドか。めっちゃいいやん。結構高級やん。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、これから多分どんどん置ける家具が増えたり、部屋自体が広くなっていったりとかするんやろうなって思う。だってキッチンもないもん。そんなことはないよね。作れるようになるよね、多分。料理とか。